よろぶんあにあせよ、ケンタビラボ古山紗友紀の韓流研究所、所長の古山紗友紀です。さあ今日はですね、多分今年2024年を、まあ、代表するここ日本における韓国映画と言えるんじゃないかなと思う超ウルトラ話題作をご紹介していきたいと思います。お相手してくださる方は準レギュラーと言っていいでしょう、こちらの方です。ありがとうございます。株式会社クロックワークスの小柳大和と申します。本日よろしくお願いします。はい、小柳さんです。もうもはや準レギュラーというかもうレギュラーです。いや小柳さん、はい、ついに来ましたこの公開が、はい、超大作です。超大作、もう韓国でねずっとその公開前から制作段階から相当話題になっていたという作品でございます。はい、ということで改めて今回の研究テーマであります作品のタイトルご紹介ください。ご紹介するのはザ・ムーンです。 SF 超大作、まあ、韓国で SF 映画といってもピンとこない方もいるかもしれませんけれども、あのソン・ジュンギさんが出てたスイート・スイーパーズとかですね、作られてはいますよね、はい、作られてはいるんですけれども、これだけの制作費をかけてそしてスケールを大きく取るのは多分初めて。先ほどおっしゃられた、はい、ソン・ジュギさんの映画、はい、に続いてあの本格的な宇宙映画というのは2作目になるのか、うん、まあ、もうちょっとリアルな、もう本当に本格的な SF ではございますね、本作。そうですよね、はい、あちらはなんか宇宙ゴミを掃除する映画でしたけれども、ね、こちらはまあ何が起こるかということで改めてご紹介していこうかなと思っておりますけれども、まあ韓国の大手制作会社であります CJENM がもう社運をかけて、はい、そうなんです、撮ったという、はい、去年の夏の夏休みの超大作ということで送り出したという、はい、という話題作でございます。まあ、どんな作品なのか改めて私の方からご紹介してまいります。こちらをご覧ください。人類初の月面着陸から55年、月面の有人探査を叶えるべく3人のクルーを乗せた韓国の有人ロケットウリ号は宇宙へと旅立ちます。全世界が見守るそのミッションは希望にあふれる幕開けとなるはずだった。 Data on the meteor shower。事故により唯一残された新人宇宙飛行士ソヌを生還させるため、5年前の有人ロケット爆発事故の責任を取り組織を去った当時の責任者ジェグクが宇宙センターへ呼び戻されます。わずかな救出の可能性にかけて地上スタッフが奔走する中、果たしてソヌは再び地球の大地を踏むことができるのでしょうか。ソヌだ、悟られて、ソヌよ。ザ・ムーン。はい、ということでスケールの大きな映像ですけれども、はい、いやちょうどねまたタイミング的にいろいろとこう月の話題が多く出てるじゃないですか、はい、で、まあ、人間にとって特にその月って憧れの場所というか、まあ、普段から目にしてる場所でもありますけれども、ね、いや改めて遠いんだなって感じましたね。本当に身近な惑星ではあるんですけれども、はい、距離はもうやっぱりありますので 38.4 万キロメートルと。 38.4 万キロメートル、はい、ちょっとね東京ドーム何個分で換算できない自分がいてちょっと残念ですけれども、はい、でもまあそれだけね遠い距離を命がけで人類がみんなその宇宙開発に今力を入れてるっていうことがある中で、タイミングよくこういうものを見るとですね、本当に宇宙関連のお仕事されてる方って大変なんだなって。だってこの映画の設定の中でもようやく韓国が自力で、ね、宇宙開発に名乗りを上げて月に行けますっていうところが出てるわけじゃないですか。そうですね、ようやく無人のロケットはもう飛ばすことには成功して、 いよいよこれからだっていうところで、私自身も本当に宇宙が好きで、あ、そうなんですか、はい、
宇宙好き、はい、もともとあの航空工学というものをやって、あらら、じゃあドンピシャじゃないですか。そうなんですよ、生でもぜひやりたいということで、まあ、今回ザムをやらせていただいて。そうなんですね、はい、はい、ということでまずはですね、ザムーンのトリセツ今日もやってまいります。はい、まずはトリセツの準備ページといたしまして、研究員オリジナルキャッチコピーのご紹介からお願いしたいと思います。こちらです。ソヌと一緒に宇宙へゴー。金かかってますすごいです。はい、はい、宇宙へゴーと、はい、ソヌっていうのはあのドギョンさんが演じている宇宙飛行士の役なんですけれども、はい、もう本当にドギョンさんがもうやっぱりアイドルってすごいなと思ったんですけれども、宇宙服衣装とはめちゃめちゃ重いんですよ。まあ、本人が本当に着た途端に、あ、これ着て演じるの無理だって思うぐらい重くて、実際5、6キロだそうなんですけれども、5、6キロ、はい、へえ。なんですけども、あの宇宙服のボリューム感を出すために、まあ、本当ボディの上にスポンジを着て、でその上から宇宙服を着ていると。へえ、あ、そうなんだ。本当に動きづらいと。でかつやっぱり無重力なので、ワイヤーを7本も8本もつけて演技をしなきゃいけないということで、本当にトイレ行くのもめちゃめちゃ大変だったと。いや、でしょうね。しかもまあ、細かく言うとあれですけれども、いわゆるその宇宙船の動くシーンに合わせて体も無重力状態になったりしますけれども、あの体かなり打ちつけられるシーンとかもあったりするじゃないですか、はい、かなり演じる側は大変だったような気がしましたけど、見てても、ね、かつやっぱり演技表情しか見えないので、あの、うんうんうん、ヘルメットかぶっているものですから、はい、なので本当瞳の演技がものすごいなと。で、まあ、共演していた主演のソルギョングさん、はい、やっぱりドギョンさんと今回共演してみて、まあ、彼の瞳が素晴らしいと。彼の瞳の奥、あの澄んだ大きな目の奥に何が隠されているのかもっと見てみたい。あららら、いいこと言いますね。でも本当にね、澄んだ瞳ですよね。確かに今あのソルギョングさんのお話が出てきましたけれども、いや実は今回ね、対策ということもあってキャストがやばいぐらいに豪華じゃないですか。そうなんですよ。そのソルギョングさんが演じるのが、もともとその宇宙センターの責任者をやっていたんですけれども、はい、まあ、5年前事故があって、うん、で責任を取って辞めてしまったと。で、まあ、今回この宇宙飛行士のソヌ君が月に残されてしまったということで、うん、まあ、現場に呼び戻されて、うん、で彼を救うために奔走するという。このあたりもだからソルギョングさんがやっぱりこう、まあ、名優たるゆえんというのが何かを背景にありながら演技するのが上手い方ですよね。本当ですよね。まあ、彼は宇宙にいて、でソルギョングさんは地球にいてと、はい、いうことで、やっぱりもう音声でしかコンタクトは取れないと。だから撮影も別々でしたよね、当然ね。まあ、実はあのドギョンさんの方が先に撮影されたそうで、で、まあ、ソルギョングさんのはその映像とか音声を聞きながら演技ができたそうなんです。じゃあそれこそドギョンさんが大変だったんですね。本当に一人ぼっち、はあ、もう本当に宇宙空間にいる感じで撮影してたってことですよね。そうするとね、はい、なので本当セットでの撮影が多かったんですよ。宇宙船の中だったりとか、まあ、月の月面だったりとかですけど、まあ、本当に一人でスタッフも少なかったのですごい集中できたというふうにおっしゃってましたね、ドギョンさんも。あの例えばですけど、ハリウッド的に言うとね、インターステラみたいな映画もあるじゃないですか、はい、とはちょっと違うのよ、これがちょっと違うんですよね。だから根底に流れてるのはやっぱり韓国ドラマによくあるあの家族の愛だったりとか、はい、それから仲間だったりとか、そういうものがこう主軸としてこう映画の中にはあるじゃないですか、はい、だから先ほど出てきたソルギョングさんとトギョンさんのつながりも、実はそのドギョンさんの演じますソヌのお父さんとの関わりがあったりするわけじゃないですか、はい、だからそのあたりの人間ドラマがやっぱりこう韓国的な部分というか要素があるなというふうに改めて感じましたけどね。そうですね、本当に、まあ、宇宙映画なんですけれども泣きポイントもいっぱいあるので、そうそう、全然あの宇宙興味ないなっていう人でも入りやすいのかなっていうふうにそうなんですよ、はい、だから SF 好きな方はこの SF 的な要素を楽しんでいただき、じゃあちょっと SF 私苦手なんですよねっていう方は、まあ、例えばお好きな俳優さんが出てるとか韓国ドラマとか韓国映画が好きな方はその韓国的なテイストでもしっかりと満足できる作品になってるっていう、はい、この2つを訴求したいなんとかなんとか訴求したいですね。しかもオープニングからすごいですよね、はい、もう超豪華です
最初はね宇宙飛行士が3人出てくるじゃないですか、はい、1人がキム・レオンさん、もう単独主演ですよね、もうキム・レオンさん大ヒット俳優ですね、ですよね、はい、そして私の夫と結婚してで話題のイ・ギョンさんが出てて、はい、でドギョースさん3人乗ってるの宇宙船に、はい、もうすぐびっくりしちゃうのこれドギョンさん演じるソヌは末っ子なんですけど、はい、2人、まあ、はパイロットというか、まあ、空軍の設定なんですけども、うん、彼は海軍で特殊部隊出身なので、はい、運転があまりできないと、うん、まあ、そういうのもやっぱり末っ子キャラもあってすごくいいなっていうのはありますよ ね、 いやでもいやちょっとすごい使い方しますよね、お兄さん2人、お兄さん2人を、うん、多分見る人見る人本当びっくりすると思う、後どうなるみたいな、はい、これ以上言えませんけど、はい、まあ、っていうその宇宙飛行士だけでも豪華キャストっていう、はい、ところも、まあ、この映画の見どころかなという感じがしますけども、まあ、キャラクター紹介今ざっくりとご紹介した部分で言うと NASA にも重要な方がいらっしゃいますよね、はいはい、名女優キム・ヘイさんが、そうなんですよ、だから NASA とその韓国の宇宙センターとそして月という、まあ、このまあトライアングルが一つこう映画の、まあ、キーになってくる、そうですね、もう場所が離れてるので本当宇宙と地球じゃないんですけど、うん、みんな、まあ、正面に俳優を置いて演技をできないという、うん、もどかしさがあるという、ですね、はい、それがもうその救出したいというもどかしさにつながってるのかなって、あー、なるほど、はい、そのもどかしさをうまく演出に反映しているというところですね、はい、それにしてもこれあのすごい映像のディテールがリアルだったんですけど、はい、かなりこれ検証して撮影に臨まれたイメージがあったんですけど、どうなんですか？そうなんですよ、本当に例えば宇宙船の部品の一つ一つ、はい、もう全て結構 NASA から取り寄せたりとか、へー、撮影に入る前に7ヶ月ぐらいもうひたすら検証検証で、はー、韓国 の、 その宇宙の専門家とかにいろいろ意見を伺ったりとかして、はい、でかつまあ月に行った時にどういう物理現象をするのかとかもものすごい検証して、で7ヶ月を使って撮影に入ったと、へー、もう本当にその部品とかボタンも電気が通っていて、もう本当に光るようになっていて、なのでまあ照明の代わりにそのモニターの明かりだったりとかを使ったというふうにおっしゃっていたので、なるほどね、あとあの僕思ったんですけどエンドクレジット見てるとね、はい、随分といろんな国の人たちのクレジット上がってきませんか、対策なのでいろいろなスタッフも本当に VFX もすごいんですけれども、はい、めちゃめちゃお金がかかってるなと、かかってますよね、だから世界中からもう精鋭を集めて撮ったんだろうなということがもうクレジットからも分かってしまう、はい、そんなザ・ムーンでございますが、さあそれではここからはですねいろいろな機能ページをチェックしていきたいと思いますけれども、小柳さんどの機能ページいきましょうか。今回は初めてなんですけれども最新ハイテク機能、おっと最新ハイテク機能、だいたいいつもクイズですよね、はい、まあ、今回の映画にはこれがっていう感じですかね、はい、クイズめちゃめちゃ好きなんでいつもクイズにちょっと逃げてしまうところあるんですけれども今回新しいことに挑戦しようかな、なるほど、はい、では最新ハイテク機能、はい、他の作品にはない特別な要素をご紹介ください、はい、はい、こちらです、スクリーン推奨、うん、韓国映画界の可能性を押し広げてきたキム・ヨンファ監督最新作、はい、というところでございます。キム・ヨンファさんというと、はい、まあ、韓国でも非常に極めてもまれと言っていいブロックバスターを、まあ、成功させた監督さんではありますよね、はい、カンナさん大成功です、はい、であったりとか国家代表そしてミスター・ゴー、はい、でもうやはり皆さん直近の神とともにのシリーズが本当に記憶に新しいところだと思うんですけれども、はい、もう大ヒット監督というところでございます、うん、もう国民映画を、ね、数多く手掛けられた監督の最新作ということなんですけど、はい、あのスクリーン推奨っていうのは、はい、やっぱりこういう映画だからこそ小さい画面ではなくても大きいところで見てちょうだいと、はい、もう本当に監督自身おっしゃってたんですけどどうやってスクリーンで見てもらいたいか、うん、本当スクリーンで見てほしい作品だというふうにおっしゃっていたんですけれどもやっぱり家の、テレビだったりとかスマートフォンで見ていてやっぱり宇宙の大きさって伝わらないと思うんですよね、うん、なので本当にスクリーンでその大きさを体験してほしいなというのは思っております。これ宇宙空間の映画ってやっぱり監督さんのこだわりが音にも現れるってよく言うんですけどこの点どうなんですか。
まあ、映像ももちろんなんですけど音にもすごいこだわっていて、はい、でまあ、今回あの 9.1 チャンネルのドルビーアトモスというオーディオを、はい、でも作っていると、うん、あ、いやだから宇宙って音がないじゃないですか。ないからこそ一つ一つの音が大事なわけじゃないですか、はい、そうなんです。これをね劇場で見るってことはどういう音のこだわりがあるんだろうっていうところがすごく気になってたんですよ。本当に映画的な嘘にはなってしまうんですけれども、音が届かないからこその音だったり、そうですよね、火柱とか爆発は起こらないけれども、うん、火柱が見えるとか、そういう嘘は本当にやっぱりスペクタクルがすごいなと、ね、はい、やっぱそうですよ。音と映像この2つを、はい、まあ、そのこだわりをね感じるには大きなスクリーンで映画館で見てちょうだいと、はい、いうことでございます。はい、まあ、ここがね他にはない要素だろうということですけれども、まあ、とにかくこの監督の作品って映像にすごく奥行きがあるというか、はい、あの平面な VFX をあんまり作らない人ですよね。そうなんですよ。あの、うん、ミスターゴーゴリラの映画、ゴリラ野球選手の映画があったんですけども、そちらを作るときにデクスタースタジオ、ああデクスタ、もう韓国を代表するというか、はい、もうアジアを代表する ね、 そうですね。今だって日本の VFX だってデクスターで結構撮ってますからね。そのスタジオを作ったんですけれども、で神と共にはもう地獄を再現するのにものすごい VFX を使って、はい、でまあ、今回宇宙を再現したかったと。で、まあ、神と共にの時はあのそれこそグリーンスクリーンと言いますか、もうほぼほぼ背景が VFX なものですから、俳優がもう完全にグリーンスクリーンの前で演技をしていて、で、まあ、ちょっと不憫に思ったと、はい、なので、まあ、今回はもうものすごいセットを作ってリアルに作りたかったっていうふうにおっしゃってましたね。やっぱセット作ってんですね。いやなんかあのさすがに VFX でここまでっていう感じは何度も見てて思ったんですよ。韓国のジョージ・ルーカスですね。あ、そうですね、ね、ですからもぜひねあの大きなスクリーンで見ていただきたいと思います。ということでご紹介いたしました映画ザ・ムーンですが、いよいよ7月5日金曜日からということで夏休み映画になりますね、はい、新宿バルトナインほか全国でロードショーということになります。この作品は特に劇場で見てください、はい、何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは今日も小柳研究員からプレゼントをいただいておりまして、今日のプレゼントは何かこうやばい感じがしますけど、これは何でしょうか。こちらは、はい、あの本国のプロモーションの際に制作されたザムーンオリジナルのうちわ、もう宇宙飛行士になれます。ドギョンスです。はい、これでエクソのファンからも叩かれそうですけれどもドギョンスでございます。これは使えますね。ただうだだのうちわじゃないと、はいはい、でさらにしおりですか。これもまたいいしおりですよ、丈夫なやつ。これをセットでプレゼントいたします。ご希望の方はいつものようにですね、この動画のコメント欄にプレゼント希望と明記の上感想を書き込むだけと、ぜひふるってご応募ください。お待ちしております。さあついに小柳さんからもう紹介したかったしたかったとおっしゃっていた話題作を今日ご紹介いただきましたけれども、改めてどうですか。本当に私もまだ大きいスクリーンであまり見られていないんですけれども、もう公開されたらスクリーンにもう走っていこうかなと思ってます。そうですよね、はい、まあ、特にねその日本は SF 好きの方も非常に多いですし、はい、SF ファンも多いので、まあ、そういった皆さんにも届いてほしい映画でもありますよね、はい、はい、細かいディテールをねぜひ大きなスクリーンで見ていただきたいと思います。ということで今夜の実験今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ケンタメロボまた次回もお楽しみに。